今日のお話はこの良い木と悪い木なんですね。木というのは何か、木というのはこれは人間の心を表しているんだと、私の、はい、同じ進学校の同級生の、はい、東京の、教会の牧師をやってる、ね、甲斐牧師はそう、聖書の、はい、解説書で書いておられます。良い木というのは良い心を表している、うん、そして良い実は、はい、心が満ちると人は口の言葉が出ます。心が満たされるとそこからいろんな、はい、ものが出てくる、はい、賛美が出てくるし、あるいは呪いが出てくるし、ね、批判的な言葉が出てくるし、失望的な言葉が出てくるし、心が満ちると、はい、怒りが出るし、ね、賛美が出たり感謝も出る、はいはい、良い木は良い心であり、良い実は、はい、その行いと、はい、その教えだと、言葉ですね、良い行いと、はい、良い言葉、信仰の言葉、はい、聖書を見ると、はい、4種類の実について書いてあるわけです、うん、どういう実であるか、はい、マタイの3章を見ていただくと、洗礼者バプテスマが、はい、悔い改めの実を結びなさいとこう言っております。悔い改めの実を結べと、神様ごめんなさいという言葉は、はい、言葉ですね、実じゃない、うん、まあ言葉も実といえば実なんですけど、悔い改める、実際に悔い改める、うん、兵隊さんは人をいじめたことを悔い改める、修繕人はたくさん取ったことを悔い改める、はい、それを弁償する、悔い改めの実を結べとバプテスマのヨハネは言っております。ですから私もイエス様を信じた時に、はい、悔い改めの実を結びました。2軒の本屋さんに行ったり、ね、東京のある、ねこの駅に行って駅長さんに会ったり、うん、それから親戚のおばさんに手紙を書いたり、はい、そしていろんなことをしました、はい、下宿をしておった、はい、その家にも、はい、お詫びの手紙を書いたり、悔い改めの実を結んだわけです、うん、良い木、良い心は良い実を結ぶ、うん、良い心、良い木というのはどういう木なんでしょう、うんはい、悪い木というのはどういう悪い木なんでしょう、うんはい、7章、マタイの7章で、はい、12節13節のところでは、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いよと、そして多くの人がそこを通るんだよと、だけど命に至る門は小さくって、その道は狭いよと、それを見出す者は稀ですと、こうイエス様はおっしゃいました、はい、今日のこの15節から偽預言者たちに気をつけなさいというのは何か、はい、すなわち私たちが狭い門から入ろうとする、はい、それはどういうきっかけがあるか、はい、それは偽預言者たちというものがそこに、はい、関わってくるわけです、うん、偽預言者、はっきり偽預言者とは私たちには分かりません。神のことを明かしするものです、うん、言うならばそれはクリスチャンであるかもしれません、はい、信仰者ということになるわけです、表面的にはね。それに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲の狼です。羊のなり、はい、神の子羊、ね、神様のような、はい、柔和な姿を持って、表面外面はそういう優しい、ね、真実そうな、はい、姿であるけれども、内側は貪欲の狼ですよ、はい、貪欲だと、うんね、欲がその中心なの、うん、そして、ね、食い殺してしまう、魂を滅ぼす、うん、ということがこの狭い門に入る時に、はい、私たちに起こってくること。明日から私、ね、東京に
連合、聖戦連合の総会に行くんですが、それ火曜日、明日、はい、出かける。一日前何をするかというと、はい、このリバイバルの私延長戦で先だって東京に行きました。親戚のいとことそのご主人、はい、両方とも親戚なんですけれども、はい、そこに福音を語りに行って彼らがイエス様を信じてくれました。明日もその延長線上の、明日も実は親戚に行く、そして予約を取った。親戚に行くというと皆さん楽しいと思うのかもしれませんが、はい、楽しいばっかりではない楽しいこともあるしね、あるいはご馳走してくれることもある、もちろんありますけれども、はい、私が行くっていうことは、はい、相手は何するかということを考えるわけです、うん、他の人だったらね、ああそう来てっつってね、それであのご馳走するからねと、それで終わってしまうんでしょうけれどもね、クリスチャン牧師が行くとなると一体何のために来るんだろうか、ね、わざわざこの4月の、月曜日、ですからある家はあなた何のために来るんですかとこう聞かれたんで、後から電話かかってきた、宗教の話はねするんですか、話をするならばお断りします、親戚もいるんですよ皆さん、いやそうとは言えないよっつってね、去年行った親戚いとこもね、あの難しい話にするに来るんだろうなって言ったからね、いやそんなことない、いつものね楽しい話に行くんだよと言って、それであの喫茶店のお話をして、彼はイエス様も あなたの母さんも死んだよ、父さんもね、あのお兄さんたちも死んだよとかいろんなことを言ったわけですよ、お姉さんたちも死んだよ、そうですかってね、彼も信じて、そして奥さんまでも、ね、信じて洗礼を受けてくれたわけです、ですから私もね、いやーと思ってね、実は今朝返事したの、よしこ伝道師と、ね、2人でちょっとうまくね、タイミングが合わないので、今回は遠慮させてもらおうって断った、ストップさせた。そしてもう一軒の方に電話した、ただこれも本当に皆さんつながって、太いパイプでつながっている親戚なんですけど、すごく喜んで、長い間お宅に行かなかったしね、家内のお葬式も来てくれたし、ね、お礼方々、ね、お邪魔させていただきますとこう言ったら、どうぞ来てくださいね、はい、別にご馳走のことは言っていませんけれども、ですから明日そのうちに行くことも、両方とも兄弟のうち、姉さんのうちと弟のうち、弟のうちに行く、イエス様が天から来たのは何か、嫁と姑が、兄弟が二つが、別れるために私は来たんだよと言ってるとこあるでしょ、まさかと思うわけ、夫婦が仲良くなるため、親子が仲良くなるため、兄弟が仲良くなるために来たんだとイエス様おっしゃっていないところが、バラバラになるために来たんだ、そうなの、真理、狭い道というのは真理に従って歩む道、海牧師がおっしゃるように真理とは 2+2=4 なんです。 2+2=5 じゃないんです。 2+2=6 じゃないんです、仏教も、神道もキリスト教も、最終的にたどる道は、富士山のてっぺん頂上で一つになるから、私たちは最後は入り口は違うけれども最後は同じ終着点につくんですよと、私の親しくしておったこのすぐ近所の、北山のお寺の坊さんおじいちゃんは、そうおっしゃってた、そういう宗教者は結構いるわけです、
ね、お釈迦さんとイエス様、ね、はい、終着点は、はい、富士山の頂上一つなんでしょう、うん、イエス様はそうおっしゃってる。狭き門から入らないと、はい、命に至る門は狭いんだ、滅びに至る門は広いんだ、誰でも入れるんだ、うん、仏教徒であろうがイスラム教徒であろうが何教徒であろうがみんな入れる、うん、イエス様はそうおっしゃっていない、うん、ペテロはこの名の他に救いはありませんと、はい、使徒行伝4章12節と言いました。この名すなわちイエス・キリストなんです。イエス・キリストの名以外に私たちが信じて救われるべき名を神様は人間、はい、そのメシア救い主に与えていないよ。キリスト、イエス・キリストただ一人ですよとこうおっしゃってる、はい、ですから、はい、真理を火をイエス様はこの世にこの世界に家庭に、ね、町に、はい、投ずるためにやってきたんですよ、はい、嫁と姑が、はい、バラバラになるよ、うん、バラバラにさせてどうするんですか、はい、彼らが真理というものを、はい、信じさせるということがそこに神様の、はい、働きはあるわけです。目的があるわけです、うん、罪を教えるという目的があるわけです。真理の光をもって私たちの心を照らしまた行いを、はい、照らすわけです、うん、良い木は良い実を結びますと、はい、出ております。悪い木は悪い実を結びます、うん、はい、実によって実によってその偽預言者貪欲な狼実によって彼らを見分けることができますと16節にあります。実によって見分けるわけです、うん、はい、どういうふうに。ブドウは茨からは取れません。イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう、はい、ですから、はい、同様に良い木は皆良い実を結びます。悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません、はい、人もしキリストにあらば新たに作られたるものなりというコリント第の5章17節があります。もしキリストにあなたがあるならば新しく作られた、うん、古いものは過ぎ去ったと、うん、キリストにあるならばというその言葉はキリストに継ぎ木されるならばと言いますと私も昔から教えられてきております。イエス様を信ずるということはイエスキリストに私たち、はい、罪人が継ぎ木されることなの、うん、はい、イエス様の甘い木に私たちの酸っぱいこの枝が継ぎ木されることなんです。私はブドウの木、あなた方は枝ですとイエス様おっしゃいました、ね、ブドウの木ではイエス様に私たち酸っぱいブドウの枝が、はい、切り取られて、ね、神の言葉によって切り取られてそれでイエス様に信じて継ぎ木する。そうすると私たちも甘い実をならせることができると、うん、はい、良い木すなわちイエス・キリストなんです、うん、そして良い実、はい、キリストの結び実、はい、これは、はい、先ほど悔い改めの実と言いましたね、はい、その次には人を救いに導く救霊の実、はい、何人の人を導いたか救いに導いたか人の魂を救う魂が救われることを実を結ぶと言います。悔い改めのことをするときに実を結ぶと言います、はい、それで3つ目にはガラテヤの5章の22節に、はい、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですと、はいはい、聖霊様の、はい、によって私たちが満たされ心満たされたならばこの9つの実を結ぶんですよ。愛、喜び、平安、神様に対して、ね、はい、愛、喜び、寛容、親切、善意、はい、人に対して
誠実柔和自制、自分に対して、神に対して、人に対して、自分に対して、ね、3つずつ合わせて9つの実を結ぶんです。はい、聖霊様に私たちの心が満たされる時には、はい、良い実を結ぶんですよと、はい、聖書は教えるわけです。実によって分かるんだ、身によって分かるの、うん、悪い気は悪い身、良い気は良い身、うん、だから20節こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです、うん、と言われても、私たちはあの人の身とかね、この人の身とか簡単に分かるもんじゃないんですよ。皆さんものすごい親切だったりね、日本人は親切だってよく外国の人も言いますでしょ。今回ほら世界のね、この何ですか、大統領なんか日本に集まったでしょ。その中でウルガイの大統領が来ましたよね。ウルガイの大統領の月給毎月10万円なんです。実は彼の月給は100万円らしいんです。90万円は全部ね捧げちゃう、はい、農業学校を作るためにね、基金に捧げるとか、そういうことをやってるおじいちゃん、うん、偉い大統領が来た。だけど彼がクリスチャンかどうか知りませんけど、まあ、あのラテンの国ですからね、はい、このカソリックの、ね、教会に行ってるのかもしれませんが、彼はキューバのカストリアなんかと同じように革命をやって、ね、国の貧しい人をなくそうと思って革命をやった人なの。それで9年も牢屋の中にいられた人なの。ね、生きるか死ぬかを通った人なの。それでその中で考えが変わったらしい。革命によって、剣によって人間は変わらない。出てきて、そして彼は、ね、何やったんでしょうか、うん、貧しい人たちをこの助けるとか、ね、そういうことをこうやってきたんですね、うん、そうしたもんですからついに選ばれた皆さん、うん、大統領にまで選ばれちゃった、うん、強盗なんですよね、うん、あのサイモン兄弟の午後の英語であるスティーブ・ライダーさん、オーストラリアの母教会、ね、アウトリーチの教会、ね、ライダーさんもこの銀行強盗なんで、うん、それが今世界的な伝道者になって癒しの器としても有名なんで、うん、はい、坊やの中で変わったらしいんです、うん、どういうふうにイエス様に、まあ、出会ったと、神様に出会ったと、はい、っていうことらしい、うん、でもですからね、まあ、良い身を悪い身、良い身という簡単に分けられるもんじゃない、うん、さあどういうふうに見分けるか。21節、私に向かって死をしようというものが皆天の御国に入るのではないとこう言ってるんです。死をしようと言ったらほらイエス様のことでしょう、ね、みんな天国に入るんじゃないんだとこう言ってるんですよ。イエス様という名前を言えばいいというもんじゃない、はい、キリストの名を唱えれば救われると私たち説教しておりますけれども、はい、その死をと言って本当にイエス様に信じているのかっていうことが言えるんですね、うん、口先だけの言葉なのか、で口先だけでも私は大きいと思っておりますけれどもね、うん、みんな天の御国に入るのではない、どうしたら入るか、そこなんです。21節、天におられる私の父の御心を行う者が入るんですよとこう言った。天の父の御心を行うものが入るんですよ、うん、その日には、ね、これは最後の審判の、ね、イエス様の審判、その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あの未信者とは違うわけですよ、あなたの名によって悪霊を追い出し、すごい技、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんかとこう言ってるんですね、イエス様の前で。でイエス様が、その時私は彼にこう宣告しますよ、私はあなた方を全然知らないと、関係ないと、関係ないと、生き方が違うと、うん、不法をなす者とも私から離れていけと、不法を行う者と言われちゃったの、この人は。
24節。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます、はい、24節。私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者、21節には、天におられる私の父の御心を行う者が入る、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者が岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができる。雨や風やそのようなものに打ちつけられても倒れない岩の上に、すなわち神の言葉の上に、はい、立っていたからだ、はい、天におられる私の父の御心って何ですか？神の言葉なんです。今イエス様は5章、6章、7章で、はい、三条の説教をされてきたんです、はいはい、7段の謙遜、ここの貧しいものは幸いになるから、ずっと、はい、祈りについて、施しについて、断食について、はい、そして、はい、富と神とに金使うことができない、天に宝を、ね、積みなさいということを、神の国と義を第一に求めなさいということを、それを学んできたわけ。まだ隣の人を裁いてはいけないということを学んできたわけです、自分の目から針を取り除いてから、ね、人々を判断しなさい、正しく裁きなさい、はい、聖なるものに犬に与えてはいけない、はい、豚に真珠を与えてはいけない、求めなさい、探しなさい、叩きなさい、はい、そして、はい、神様の、はい、神を求めなさい、祈りなさい、はい、必要に祈り続け、求め続けなさい、ついには神は良きものを与えてくださいますよと言って、はい、自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしてあげなさい、それこそが旧約の律法と預言者の趣旨ですよ、人にしてもらいたいことを他の人にもそのようにしてあげなさいっていう。今朝私が電話で、ね、彼らの兄弟に訪問するのを、ね、断ったわけです、その人にしてあげて欲しいことをしてあげなさいとこう言ってますから、でその奥さんが言ったわけですよ。よしこさんに会いたいわって、ですからね、宗教の話はしなくても、とにかく行こうかなとも考えたんですけど、私もね、それも決して悪いことではないし、素晴らしいことには違いないと、ね、思っておりますけれども、はい、まあ、今日はしかし、別のところに、ね、別の兄弟のところに訪問することにしました。今まで何回もこれは訪問したり、ね、本を送ったりしておった家族ですから、はい、そういうことの中から出てきた答えですので、まあ、今日は、ね、明日は失礼することにしましたけど、これ5、6、7章、はい、父の御心を、はい、地上に下ってきたイエス様が語っていらっしゃるわけです、神様はどういうお方、どういうことを願い、どういうことを私たちに、はい、求めているか、はい、神は全ての人が救われて真理を悟ることを願っています、真理とは何か、はい、イエス・キリストですよ、私が道ですよ、はい、私が命ですよ、私が、はい、真理ですとイエス様は、真理はですから狭い、そしてまたそれを行う、5、6、7章、はい、この言葉を行う者、聞いてこれを行う者は岩の上に家を建てた者、はい、それを行っている、ですから今の主よ主よ主よ、あなたの名によって予言を、あなたの名によって悪霊を追い出して、あなたの名によって奇跡を行ったではありませんか、はい、この人たちは、はい、主の言葉を、神様、父なる神様の言葉を実行していない、実行していない、真理に似ておるんですけども真理ではない、はい、
宗教的な営みはしてるんですけども、真理ではない、うん、狭い門から入ってはいない、はい、イエス様の十字架を、イエス様の復活を、はい、聖霊様の満たしを、はい、聖霊様の御を、はい、語ってはいない。ということで、これが物差しになるわけです。良い身とは何か、はい、父の御心をその人が行っている、うん、ね、兄弟姉妹の罪を許すと、うん、はい、今まで起こってきた、去年から1年間出てきた出来事を感謝しなさいと、こう言ってるのでね、皆さんにほとんど話しておりません、具体的には。感謝、うん、最初の出来事が起こった時、いやーこれを言いますね、自分の憎しみは一人話しましたけどね、うん、これ感謝した。なぜ、ああそう、神様の御心が何であるか私は吟味することを忘れて、あることをやっちゃったんだな。だから吟味することのための、はい、訓練のために私に神様はこういうことを、ね、失敗を許されたんだなと、こう思った、うん、そしてまた去年はふるさと行きました。父母が小さい時亡くなった、悲しいね、母さんがいないっていうことを言うのは非常に私にとってつらい、ね、父がいないっていうつらかったんですけど、はい、そのことがあったがゆえに、ね、はい、なぜ死ぬんだっていうその疑問があったがゆえに、はい、カラマゾフの兄弟の教会に行くようにこう導かれたので、それを感謝する。そして何か、うん、今こうして親族や家族や、はい、いろんな地域の人たち、うん、リバイバルっていうのは何かというと、日本人言うなら全体が救われることなんですよ。全部が全部救われないでしょうけれども、6割7割が救われるわけですよ。本当かなとこう思いますよ。ですから私も18万3600人とか時々ね口走ったりしておりますけれども、これを言うのもね、はい、先だっても周りにキャラザー氏の集会にね、東京の教会の人たちはまた出かけたん、去年私も行った。マリンさんは一人が100万人救うとこう言ったって、私よりはるかにはるかにレベルが高いことをおっしゃったんですけどね、うん、冗談でそう言ったわけじゃないんですよ、うん、信仰の告白なんですよ、うん、ですから、はい、この日本が救われる、うん、じゃあ何、日本人が今罪を犯してる、神道だの仏教だの何だの新進宗教だのいろんなの信じてる、要するに罪を犯してる、それも感謝する。自分たちの先祖はじめ日本人たちの一人一人、地域の人たちの、ね、このグーゾリアのその生活、うん、これも感謝する。これ感謝するの、私もまあよく思うわけですよね。自分の先祖アダムでは、アダムが罪を犯さなければこんな、ね、人類にならなかったのに、神様どうしてもアダムさんね罪許すよ、起こすことを許したんだろうか、ね、これある人はこれは連帯責任だよ、アダム一人じゃない、私たちもそのアダムの中に入ったんだから連帯責任だということを教える人がいますけれどもね、いずれにせよ、それで神の御心を、出エジプト記の20章、あなたが神を愛し全身全霊をもって神に仕え神の命令を守るならば、私はあなたを祝福し、あなたの、はい、子孫先祖先代にまでその祝福を至らせます、というその言葉、先代地上に至る祝福、これは新命記の、はい、中にもあるんですね。新命記の8章の6節ですか、はい、同じ言葉が出てきます、はい、先代にまでこの祝福が及んでいく、うん、この間天皇陛下が、はい、
この奈良の橿原神宮に行って神武天皇の、はい、この2675年、私75歳ですね、昭和15年は2600年、それから75歳ですから2675年前に日本はできたということになって、彼は即位した。天皇陛下、皇后陛下、美智子さんたちがそこに、ね、記念の、はい、行事をされた。その同じその次の日には今度は、ね、山梨県の諏訪稲荷大社下社上社で、はい、あの御柱祭りが、7年に1回の御柱祭りが、はい、開かれた。木をもみの木を山のてっぺんから下ろしてきて、諏訪湖にまで、ね、それを入れて、はい、それで最後にどこに上社諏訪社の、ね、境内の四隅にこれを建てるんですよ。こんなお祭りしてる国が、あのお寺神社がどこにありますか。神社ね、うん、これは、はい、あそこのね、宮司さんは森屋さん、山は森屋さん、森屋さんってアブラハムがイサクを捧げた山なんだ。はい、180代ぐらいの森屋家は、うん、ですからね、イサクのこのね、神がね、イサクを捧げるようにアブラハムに命令したそのお祭りをやってるわけです、諏訪神社で。ほとんどの日本人そんなこと知らないわけですよ。まあ学者たちはね、知ってる人もいますよ。万見田佳子さんのように日本人でもそういうことをね、使命にしてみんなにね、解いて回ってる人もいますけれども、非常に珍しい、うん、はい。先だってはね、ムー兄弟のお母さん電話しました。彼が教えてくれました、ね、日本にマッカーサーやってきた時、天皇陛下は、はい、日本をキリスト教の国にしてください。いや、そうしちゃったらこの強制的に、ね、クリスチャンにするわけだから、それはまずいよ、うん、それで天皇陛下どうしたか、ね、アメリカからバイニング夫人、クエーカー教徒のバイニング夫人、ね、キリスト教徒のバイニング夫人を招いて今の天皇の、はい、教師にされた。私もその別荘行って、ね、夏泳いだことがあるんですけど、毎朝毎朝聖書の勉強、賛美歌と聖書、今の天皇陛下、はい、弟の吉野宮もそうでしょ。そして天皇陛下の奥さん皇女の天皇、うん、子供たち集めて毎日何やってたかというと、はい、私のね、茂木さんのお母さん初めてこれ教えられた、賛美歌と聖書を教えてたと、日本の天皇陛下、ということで、今言わんとしたことは何か、先祖の罪も感謝する。神を愛し全身全霊をもって神に仕えているならば、その神はあなたを祝福し仙台にまで祝福。仙台と私から仙台と、森脇はね、今から1940年、180代ぐらい続いたらしい。で、それが紀元前600年かなんか知りませんけれども、うん、アダムさんから、ね、アブラハムまで20代ですよ皆さん。アブラハムからイエス様まで42代ですよ。ですからアダムからイエス様までが、はい、62代ですよ、うん、それでイエス様から今日まで、ね、寿命は短くなっておりますけれども、はい、森明は180代両方合わせたって、ね、60代と180代、240代ぐらいなんです。仙台にまで恵みが保養を起こす。主イエスを信じなさい。そうすればあなたの家族も救われますと、こう、ね、パウロは言いましたけども、家族っていうのは今そこにいる、ね、家族が救われるっていうだけじゃないんですよね、先生と、こう、ね、もう兄弟のお母さん、諏訪部姉妹、そうおっしゃいましたのは、私も本当にそうなんだ。この言葉は出エジプト記の20章の6節7節の仙台にまで祝福が及ぶということ、イエス様を信ずると仙台にまで祝福が及ぶということと同じことですよねということを彼女もまたおっしゃられたので、いや、祈り戦ってきたら器なんだなと思って、また感謝を、理解者が与えられたと思って感謝しました。リバイバルはですから感謝するんですね。
日本人のこの偶像の生活、うん、罪の生活、自分の先祖もそうです、うん、感謝はし、はい、それで彼らに、はい、もちろん福音を語る必要があるし、はい、祈る必要があるし、神様が祝福を与えますよと言っているので、神は、はい、祝福を与えてくださる。今先祖はどこにいるか、天国にはいません、はい、ね、久保有正氏によればこれは黄泉にいます、はい、黄泉にいる人が、はい、イエス様十字架にかかって、ね、死んで黄泉に下った時に、黄泉にいる人々に、はい、その中でもノアの箱舟の、はい、あの出来事の前の人々に、はい、神の言葉すなわち福音を語ったとこう言ってる。ノアの前の人に語ったんであれば、ノアの後の人にも語ったでしょう、うん、そしてまた旧約聖書時代、神を信じた者たちを、はい、天に帰るとき、イエス様はこれを、ね、捕虜として天に引き連れて天国に連れて行ったということも、はい、皆さんおっしゃるわけです、はい、聖書がそうおっしゃってると思います、うん、ということで、はい、去年からのこの感謝と賛美、はい、聞き従いの歩み、神の言葉に聞き従ってこれを実行する歩み、これをどうぞ皆さんも、はい、恵みに預かって、ね、その御言葉をしっかり握っていただきたいなとこう思います、はい、以上で、はい、良い木と良い実、はい、悪い木と悪い実、はい、その基準、はい、それは父の御心を行う、うん、はい、私のこれらのことを聞いて行うもの、はい、だということを覚えておいてください。以上です。それでは、ごく339番、歌集の339番、ここからこれを歌います。イエス・キリストの皆を心から崇め賛美します。内されたキリスト様の恩血潮を心から感謝します。打たれた身からの傷を感謝します。聖霊様、お一人人のどうぞ魂にまた肉体にあなたが今触れてくださいますように。キリストの愛が私に迫るとパウロが語られましたが、どうぞイエス様、あなたの十字架の愛を知ることができますように。イエス様の十字架のその祝福を知ることができますように。罪の許しの祝福を知ることができますように。聖霊様、今お一人人に今あなたが働いてくださいますようお願いをいたします。聖霊が全てのことを教えるとありますから感謝いたします。神の真理を、イエスキリストなさった真理の言葉、行いを、これを理解し喜んで受け入れることができますよう助けてください。信仰の霊、イエスに何をと思いますしばる主はどうぞお一人人の魂に触れてください。
魂をイエスキリストの名によって前に命令する。完全に健やかになれ、健やかになれ、健やかになれ、健やかになれ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。どうぞ主がどうぞ解放を与え、癒しを与えてください。どうぞ命の道のパンをお捨てる人に与えてください。トレースアルトゥース、トレースアルトゥース、トレースアルトゥース、トレースアルトゥース。主がどうぞまた肉体のどうぞ神様やめるところ、どうぞ主がどうぞお捨てる人のそのやめるところに見ておいてください。痛みを取り去り、またどうぞ主のどうぞ神様霊を縛り、どうぞ神様糖尿を癒し、どうぞ主がどうぞ神様お一人一人の内臓の一つ一つに触れ、痛みに触れ、どうぞそのやめるところに見ておいてください。全く癒しの御業がなされますように、助け導いてください。あなたを褒めたたえ賛美いたします、感謝をいたします。あなたから今癒しがやってくることを信じます。聖霊様の火を持って、 主のどうぞ御霊の火を持ってお一人一人を清め、どうぞ聖霊の宮健全などの健康体としてくださいますようお願いをいたします。霊と魂と肉体を健やかになしてくださいますようお願いをいたします。キリストの来臨の時に責められることのないようにあなたが清めてください。感謝をします。イエス様の名によって信じて祝福します。アメン。それではハレルヤハレルヤ、リビングプレイズの14番、これを歌います。神の愛、聖霊の親しみを交わり、御前にあります愛する兄弟姉妹たちと共に今も後もよよ限りなくあらんこと。アーメン。ウィーン少年合唱団の、はい、素晴らしい、うん、映画ノーバラン、はい、これを確か行うことになっています。雫石は、はい、この市内の4000部ぐらい出しているこの小さな新聞、朝日工芸さんが新聞を作ってね、それにいつも一面にうち の映画の宣伝を出しておってくださるので、うん、多くの人が大変集まってくれて大変感謝をしております。もし、はい、田沢湖であるとか、富士山であるとか、大船渡であるとか、なんかそういう新聞ですね、うん、あのちっちゃな新聞なんですけど、いろんな行事がずっと載ってるんですね。月に何回出すんでしょうかね、あの工芸さん、2、3回出すのかな。1回出すのでね、あの3000なんですよ、ザクバラには、はい、ですから、チラシを作ってそれを収めるとね、チラシは1枚作るの費用とね、1枚3円かかりますからね、1000枚かかったって3000円、それプラス制作費ですからね、これはそういうことかかんないので、向こうの新聞に載っけてくれるので非常にありがたい。しずく医者以前はね、ほとんどね、あの結構来る時もあったし、あのほとんどゼロに近いような時もいろんなところ通ってきましたけどね、まあ、どこでもそうなんですけど、今は、はい、そういうことがあるので、いろんな人たちが、夫人たち、おじさん、お母さんたち、いろんな人が、はい、その中にクリスチャンもいますけども、ね、集まっておいてくださるので、もしそういうことをしておられたら教えてください。
あと、はい、この間ちょっと皆さんにもここで話したかも分かりますが、道伝道師がね、はい、この外の角のこの電柱、はい、向こう側の道の向こう側と手前側、はい、東北電力とそして NTT2 つにこう分かれるんですけど、まあ、こちらにもこの電柱があるんですね。これに、はい、教会の案内を載せることに、はい、しております。今交渉しておりますということで、よろしくお願いします。まあ、このドクター坂本のね、あのクリニックはいろんなところに出したり、あのバスに、ね、もあの出ておったり、いろいろありとあればやってらっしゃるんですけど、まあ、そういうことができればなとはもちろん思います。今までの電話帳に載せたりしたりありますが、あとバスで案内をしてもらうということもありますけどもね、まあ、その一つ一つ、はい、導かれる、これもリバイバルの備えではないかとこう考え祈っております。はい、あ、今日はカン君がね、小学校に入りましたのでね、カン君、母ちゃん、母ちゃん、先生祈ってくれて、それで、はい、この間、入学式があったということでね、前です、はい、じゃあ、ここに、天の神様とカンちゃんがこうして入学できたことを感謝します。カンちゃんの学校生活を豊かに祝してください。神様、イエス様を信じ、またこうして教会につながり、イエス様に従い続けております。このどうぞカン君の生涯を格別あなたが祝してください。霊と魂と肉体を健やかにし、学校生活を祝し、また家庭のお父さんお母さんたちそれぞれの働きをも豊かに祝してくださいますようにお願いをいたします。二人のお兄さんたちの魂にもイエス様が望んでください。カン君もどうぞ豊かに神様に用いられますように助けてください。健康を祝し、学校生活を祝し、すべての必要をあなたが満たしてくださいますように、すべての災いから彼を守り導いてください。イエス様の名によって信じ感謝してお祈りします。アメン。ハレルヤ。はい、よろしくお願いします。はい、谷口姉妹、今ね、このアルバイトやってる。私どもがほら、アロマセラピーでね、英語レアの後にあの4人、5人が1人500円で買ってましたけどね、それではね、追いつかないから、あのアルバイト、ポスティング、ね、チラシを配るんですか、ポスティングとか、いくつかの、はい、仕事をやってらっしゃるようです。はい、そんなことで、この間も電話いただきました。すいません、すいませんでしたね。でもまあ、なんとかね、教会生活が守られるようにして、本当に本当にいていただきたい。ということで、今週は私は聖戦の総会がありますので、そこへ吉田さんと一緒に行きます。以上です。技術とかもないけど、お客さんがさ、この地味との地味。